ーー開封の儀ーということでなんかね性能運輸から荷物が届いたんですけどむちゃくちゃ怪しいんだよなんかあんまり来ない運送会社だからなんかちょっと行動が不審だね不審だったえっとまあすごいあの花粉飛んでません 目がむちゃくちゃ痒くて痒くて仕方ないんですけど。ということで、え開封です。開封です。とね、あの、動画撮ってアップして、おはようございますとか言うの、朝、なんかスケジュール、公開するの忘れたみたいで、先ほどになってて、まあ、過去を今言ってもね、取り戻せないんでえ、常にあの、こう、ポジティブに前向きに行かないとどうにもならんのですが、 えー、まあ、品名は書いてましたわ。品名、品名っていうかなんか、そのキャンペーンの名前が書いてあって、で、ここ、ここにもね、ちっちゃくね、住所書いてあったからね、うわ、やっぱとと思って、それをまたこれで YouTube でアップし,しました、なんか言ったらまた、ね、も、ま、う、あ、大変なことになるわけでしょ。 本当気をつけてくださいね、個人情報だけは。検証で、やっぱ一番怖いのは、注意すべきところは個人情報ですよ。あの、自分がこう渡ったやつをブログにアップするとか、SNS でアップするときの個人情報もそうですし、その怪しいサイトとかに、あの、検証のため、検証だと思って、 あの個人情報を書いてひどいなんか変なことに巻き込まれたりとかそういうのがね私は一番心配ですねまあ私クラスになるとですねまあもう何のトラブルが来てもまあ時間とお金といろいろですよ対象の仕様が分かりますけどいきなりなんかのトラブルに巻き込まれると大変なことになるんでね それだけは。えー、ということで、どうしようこ。これからにしようかな。これから。なんかちょっとね、不思議な感じですね。うん。えー、じゃじゃーん。紙からです。今日は。今日は。スペイン産ニンニク輸入10周年感謝キャンペーンご当選のお知らせ。スペイン陶器製ガーリックポット。 これ、覚えてますなんか、落合シェフのニンニクについてたやつ。この結構マニアックな検証なんですけど、木の物産様よりですね、当選されました。スペイン陶器製ガーリックポット。<laughs> これなんかマニアックだなと思ってたんですけど、やっぱりもう、検証ってマニアックな検証を、 あの、攻めた方が当たるんですね。何の苦労もなく、応募して、当たった的な。あの、ハがキがもうどれだったかちょっとわかんないので、まあ、自分の、あの、ブログを遡ってみるか、あとは検索して、ちょっと、この、検証、どんな検証だったか思い出すしかないんでしょうけれども、ガーリックポット、ニンニクツボだって、 あメイドインスペイン。あ、一応スペインさんだ。なんか、なんかでもなんかちょっとスペインっぽいってあれやスペインっぽいっていうか。うん、なんかここに。ああ、昨日、昨日物産ってことよ。でも2020って書いてあるよ。2021なのに。一応昨日物産のね、昨日物産ってね。一応ここに。 書いてありますわ。おもしれえ。ね、ああ、これ限定品ですね。ちょっと、ありがとうございます、木ノブスさん。これなんだろう。え、ちょっと、ちょっと、ちょっと嬉しい。なんか限定品だとちょっと嬉しい。ちょっと、スペイン産ニンニク輸入10周年っと調べてみよう。最近、これがないとさ、あの、スペインにさ、 いや、でもね、あとね、これをやりすぎ、スマホをやると目が悪くなるので、この、なんていうのかな、目がいきなり悪くなると、今まで良かった人が、あの、目が悪くなると結構ね、苦労しますよ。大変ですよ。だってメガネかける文化とか修正がないわけだから、 もうね、ほんと大変ですよ。そのメガネのうざったさ。ずっと昔からメガネかけてる人って、メガネかけても、そのメガネの差。だから悪い、目が悪い人ってどうさ、あの、強くすればな、解決できるからいいかもしれないけど、目が良かった人が、ちょっと限界に近づいてくると、ほんとメガネかける習慣がないから、結構きついです。ガチに。あの、夜とか疲れてくると見えなくなったりとかするんで、うん。 はい。スペイン産ニンニク輸入10周年キャンペーン。あ、これ、おうやいシェフね。で、A 賞が、この、あれですわ。あの、中村めぐみさんがスペイン、スペイン産紫ニンニクをモチーフにデザインした色鮮やかな可愛いいエコバッグ。で、これは、もうこれで結構読めないからね。ニンニクをスペインの伝統的な方法で保存する 陶器製のガーリックポットです。昔からスペインではニンニクは冷蔵保存ではなく、常温、風通しの良い場所で保管するのが良いとされって書いてある。これはこれ誰のデザインなんだろう。その美味しさが損なわれることなくって書いてありますね。お部屋のインテリアにもおすすめです。これこれ、ニンニクの、ニンニク、スペイン産ニンニクの、 うん、ちょっとしばしでこの時は、ね、ニンニク、落合シェフの赤色のタグが目印です。紫ニンニク、うん。ね、なんかね、とにかくニンニク買いましたわ。それでバーコードを貼って応募するんですけど、うん、スペイン産ニンニクって、あ、これ、これこれバーコードを市販のハガキか、こちらの専用ハガキに、 えー、つけて応募ください。はい。応募はがきのダウンロードもね、ちゃんと載ってるんでね。あの、まず一番いいのは、多分検証はがきそう、現物を、現物があれば一番なんか話早くていいんでしょうけれども、ないときはこういうサイトを見て、えっ、ー、と、あるんですよ。ダウンロードっていうところが。で、これをパソコンでダウンロードして、 パソコンで開いてプリンターであの印刷するのが、まあ、2番目の方,方法で。3番目は普通に市販のハガキに、えー、この要項を書いて、えー、応募するっていう方法であの一応ね名目上的にはその市販のハガキだから外れるとかはないと。 検証は感情無用だと私は思ってるので、え特に、あの、特にこういうさ、もう出来上がったやつってさ、これ、裏はそのスペイン三人肉って書いてあるようなことが書いてあるだけだから、出コる必要がないわけですよ。でも市販のハガキで応募するときは、これ2個貼って、この陽光がお 終わっちゃうと、ちょっと余っちゃうから、なんかデコりますみたいな。あれはね、どうも意味がないんじゃないかなと思って。私は今のところデコってはいないので、デコってなくて、もう大体一発一,一個勝負で、で応募してるんですよ。確かでもね、このスペイン産ニンニクってね、期間中に、あの、一個しか入って、一個のニンニク、一個が一つで売ってるやつで購入して、 あのー、確かね、A 賞はいらないなと思って、B 賞をね、2個ね応募した記憶があるので、うん、で2個応募するときは、あのーまあ、2個3個応募するときはですね、あのー、そうなんていうんですか、まあ、住所を別の住所にするとか、そういう方がですね、当選しやすいと思います。 ということなのでですね、ちょっと私はあの、別の家にですね、こう、もしかして何か届いてる可能性があるかもしれないという、たまにその郵便物回収作業に行かなきゃいけないんですけど、そっちにね、そっちにでかいのが来るとね、結構持って帰ってくるのが大変なんですけど、まああの、そっちの方がいいです。あとだから、その、まあ、だいたい、私と同じくらいの年齢の人であれば、 おそらく親がまだいると思うので、うちもあの両親健在なんですけど、あの親戚全員健在ですよ。親戚、親戚っていうかだから、あの、健在ですわ。あの、旦那の方のお母さんもお父さんも生きてるし、自分のお父さんもお母さんも生きてるし、みたいな。そんな感じで、まあ、普通、義理の実家とかは、 その、この検証をね、に協力してくれなんてことは頼めないでしょうけれども、え実家とか、あと、あの、一番なんか協力関係をや得やすいのは、あの、妹とか、お姉ちゃんとか、そういう女兄弟をね、意外と頼めるみたいですよ。でも男兄弟はさ、お嫁さんになるわけだからさ、ね、弟の嫁にさ、検証に、ね、応募するから、住所のそれめちゃくちゃ気悪いじゃん。 いやうん、だから弟には頼めないんでしょうけどねだから女の兄弟がいる人とかは割とあのバーコードを何て言うのかな、うん、そうどっちかがやったりやらなかったりとかっていうのを聞いててよくあの妹さんがいるテーマの人の。 話を聞くとと羨ましいなーとか思って妹からまた「給食のこれもらったから応募するんだ」とか「なんとかの検証があるから妹のところに届いたんだ」とか、うん、言ってる人がいたりとかあとはなんかまあコメントとかにも入ってたりとかするんですけど「これ今回はうちには当たらなかったけど実家の方に当たってました」とかね言ってる人とか結構いらっしゃるのでまあその。 実家とか、まあ、もちろん、あの、変な怪しいネット検証とかまで巻き込んだらダメでしょうけれども、あの、大きいね、スーパーに置いてあるような、あの、はぐっていうのは、コンプライアンス結構きっちりしてるものしか扱いないですから、私はそれを一番に主流に、主軸にやってるんですね。で、SNS とかの検証とかも、あの、あん、あんまり、あんまりやってないんですけど、 正直時間がなくてやってないんですけど、でも、あのー、マニアックなやつとかは、怖いリスクがちょっとあるので、その辺をですね、やっぱり、うん、ちょっと考えないとダメかなって。結構なんか、怪しいメールで、あなたが当選しましたとかっていうのがいきなり来たりとか、あと最近、まあコメントで来られたのが、 えっと、ショートメッセージで、相手も、相手の電話番号もちゃんと携帯の電話番号なんですけど、それで、あの、お荷物が届きました、不在になりましたとかっていう、あの、ショートメッセージが入ってて、これって何ですかって聞かれたんですけど、詐欺です。はい。そのショートメールって、最近の宅急便とかは、そういうことしません。はい。あの、折り返しの、その、 受け取り方法かなんかのところを多分リンクを踏んだりとかするとなんかそれでの広告収入の目的とか何かしらなんかそのサイトに 行くワンアクションで何かを求めるとか、そういうことでやってるような気がするんですよね。まあ昔はよく海外サイトに飛んで多額な、なんかそれの請求が来るとかっていう、そういうこともあったりとかしてるのでですね。あのー、本当になんかダイレクトにいきなりなんかよくよくわかんないところから当たりましたとか、当たりましたから住所とか、なんかあの、そういうのとかもやっぱりね、ある程度、 あのババアになってくると、怪しいとか怪しくないとかっていうのは、もう大体わかるんですよ。もうこれ怪しいって、うん。これは詐欺でしょうかっていう前に詐欺って言い切っちゃうぐらい、もう、あの、怪しいもん怪しいんですよ。うん。だから、検証とかもそんなに把握しきれないほどね、あの、なんだろう、これ、これってあの、勝ち負けのあれじゃないからさ、なんか、ほら、玉入れ競争みたいなやつで、なんかその、タワーを作ったりとか、当選した、 数とかを競ったり、金額を競ったりとかする、そういうゲームではないのでですね。あの、それ、焼けやくそにですね、いろんなわけわかんないのまで手を出して、変なトラブルに巻き込まれることだけはぜひ避けてもらいたいかなと。ほんと、ちょっとしたトラブルに巻き込まれるだけでね、すごいね、日本ってね、もうほんとね、あの、いろいろ大変なんですわ。 弁護士料とかも高いわけですしね。で、なんか自分がそういうので引っかかって騙されて詐欺にあった時に、あの、お金を回収しようと思っても、そういう相手からお金の回収とかできなかったりとか、もうすっごいなんかドロドロですからね。うん、んとにかくトラブルに巻き込まれないように。平和で、あの、アンカウントしている主婦とかが、あと若いえ若年層の人とか、まあ、 学生さんとかね、まだ人生経験がなかったりとかしてる、そういう人が一番それうのうものに騙されやすいのでですね、気をつけるべきですね、検証においてやっぱり、怪しいものには応募しないと、その、あの、主がね、きちんとしてるものでないと、やっぱりトラブルに巻き込まれるというのをですね、私はもうそこをですね、あの、そこも、 セットで、こう、くどくど言っていこうかなと。もう、これはほんと玉入りゲームじゃないんで、あの、自分の運がいいっていうのは、確かにその、自慢ポイントっていうかなんかアピールポイントにはなりますけれども、それはね、当たってる方がいいんですよ。勝率100%の方がね、勝率5割よりも、まあ100、100%なんてことはないんですけど、でもやっぱりそれには何かしらのなんかの、 理由があったりとかして、まあまあ、でもそれが当選法だったりとかするのであれば、あの、こここれでもね、一応450人しか当たらなくて、皆さんこれで外れてる方もいらっしゃるわけだったりとかしたら、じゃあその時どうやって応募したのっていう、あの、応募の、あの、した時の話とかをね、して少しでもなんか他の方にも当たるように、次回につなげていただきたいかなと。でもね、はっきり言ってね、あの、応募はがきが、 はい、見つけました。検証がやってるということを知りました。そして、その、応募要項に当てはまってる対象商品をちゃんと、対象商品をその指示された個数分のバーコードをちゃんと貼って、規定の郵便料金を貼って、まあ、読める綺麗な字で、自分の住所と名前と電話、電話番号、連絡の付け電話番号っていうんですかそれを書いて、投函しただけですからね。うん。 独断なんかすごい技を使っているかといえば、すね、そのたまたま、まあ、ニンニクとかなんかは消耗,消耗品というか、結構あの食べたり使ったりとかするものだったりとかして、それが自分のよく食べるものであれば、すね、応募するチャンスが1個2個あったりとかすれば、それ2口応募できる、2, 2個はがき応募できることができる。 環境であれば、それは、あの、同じ住所で2個3個当たるという可能性よりも、別住所を書いた方が当たる可能性があるかなっていうので、別に書くとか、あとはその、同じ日に同じ郵便局の同じところから、で、よくあの2個、はがき、応募はがきがあったとしたら、2個その、要項を全部揃えて、違う住所で書きました。でも、投函するときに、 で、こう、重ね合わせて同じポストに出したら、それって意味ないやん、みたいなものがあると私は思うんですね。だからそういう時は、一日日を置くとか、日を置きたくない時は管轄の、あの、郵便局をまたいだ違う管轄のポストに入れるとか、まあ同じ日だったら、ちょっとちょっと行けばさ、違う管轄のポストって、 あるんですよ。まあ、土田舎でなければね。土田舎だったらもうそこのさ、郵便局しかありませんっていう感じになるかもしれないですけど、大半なんかで、あの、警察も郵便局も隣接して管轄ってものがあるわけじゃないですか。ちょっと管轄外のところで出すとか、もう管轄外がきつかったら、一日空けて出すとかで、そういうことでですね、あの、同一の、 え応募じゃないなっていうのをキャンペーン事務局に思っていただくっていうこともですね、ちょっと重要かなと。 で、あと、あの、記念切手とかで、もう最近シールタイプになってるんで、あの、シールタイプ貼って、もうそれはでも自分のね、自己満足ですね。あの、可愛い絵柄を貼ったりとか、なんかこう、その時々の、なんかこう、自分の好きな記念切手買って貼ってるんですけど、それは昔からの自分が郵便局が好きなので、よく行って、行った時に、気,あの気に入った、えー、記念切手を買って、それで応募すると。で、 あの、やっぱり同じ幻想に複数出すときは、その切手の種類とか、まあ、最近その記念切手自体がもう 10, 10, 10枚あったとしたら、1シートに10枚あったとしたら、その10個全部絵柄が違うので、もうそういうの気使わなくて済んでるんですけど、昔はあの、1シートでも同じ絵柄だったりとかしたので、そういうときはなんか違うものに変えたりとかしたことはありますが、まあ、今はね、もうほんと結構、 あの、恵まれてきてますよ。あんまり小技使わなくても、あの、当たるようにはなってきてるので、うーんあとは、だからもうあれでね、検証はがき、そこ、よく自分が行くスーパーのところに検証はがきがあって、その状態で、あの自分が検証はがきをダイレクトに受け取る環境にあるっていうのは、あの、もうそこも引き寄せだと思うんですよね。 だから、昨日なんか、もう、あの、イオンに行きました、と。ハガキがありましたって。その検証は自分とのこう相性がいい、引き寄せがある検証だっていうことなんですよ。でも、他のハガキはありませんでした。サイトで調べますって。もうそこの段階で、ちょっとね、あの、縁はちょっと薄れてるわけですよ。まあ一応応募は、それやっぱ調べて応募することは重要でしょうけれども、やっぱりなんかこう、なんて言うのかな。そう、そんなにこう、 いろいろ、こう、ナンパでもさ、いっぱいさ、見境なく、あの、束、束いけみたいな感じで、束バーってやれば、それは勝率上がるかもしれないですけれども、やっぱり、こう、一つのご縁を確実に大切にっていうのも、それもまあ、手法かなと。特に、あの、応募する、その資金が、限られてる人なんかは、そんな束でね、応募とかできないと思うのでね、あの、一つ一つの検証を大切に、当選に、 近づけるっていうのが、えー、重要なんじゃないかなと思っております。ということで、本日ご視聴ありがとうございました。これ、あの <laughs>、何に使うのかってったら私、ここまでこう、か、買うとしてもニンニク、そう、なくなったら買うぐらいの感覚でしか買わないんで、この壺に入れてまで保管するニンニクをそこまでは食わないぞっていうので、これ、何、何か他に、 使い道なんかあんのかなっていうのがちょっとあれですが、あと不安なのが、これ、2枚ぐらい出してる記憶があるので <laughs>、ちょっと <laughs>、あの、ちょっとあの、これ、うん、き今日うちで届きましたけど、ちょっとなんかあの、他、も届いて2、2個当たりましたとか、明日も来るっていう、性能って結構そういうこともあるんで、あの、いや、検証ってね、あるんですよ。同じ住所でも、なんか1日遅れてまた来たっていうことも、 あるんでね。あの、ちょっと、これが、あの、2、3個来たら、3個は絶対ないと思うけど、来たらちょっと、あの、ど、どうすっかな、みたいな、そんな感じで、ちょっとですね、あの、まあ、そういう、ことをちょっと考えたりとかしております。まあ、それも、ね、まあ、当たらないより当たる方が、あの、嬉しいんです。特に、今回はね、この、日の、日の物産の、あの、この、 記念すべき、こう、オンリーワンの、オンリーワン440人か、450人か、が、これ、木の物産、これを持ってるわけですから、まあ、500個ぐらい作ったのかなわかんないけど。うん、あの、割らないように大切にしたいと思います。いつまで持つかわかんないですけど、でも、でも、これ、なんか、こう、アロマライトとかでもいいんじゃないのこういうの、こういうの、なんか、ここに穴、で、穴が空気の穴だから、 アロアマのなんかとか、ち,ちょっとよくわかんないですけど、なんかこう、ニンニクは多分そこまでこんなには入れないので、ニンニクツボとか言って言って、うん、入れないですけど、うん、まあ、ありがとうございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました